れたい世界スーパーライト級王者、現ライオンファイト世界スーパーライト級王者、ヤマト哲也。続きまして赤コーナー、世界キックボクシング4階級王者、佐藤よしひろ。レフィー WBC 米大公認レフィー山村。それではですね、解説の方は、工部堂社長の、長谷川社長と、美香ちゃんの2人ですね、解説の方をしていただきたいと思うんですが、いけま序盤ですね、はい、なんか様子を伺って、まあ、あんま前に詰めないというか、お二人ともそうですね、バチバチお互いに距離をね、ちょっと測ってる感じだと思うんですけど、もしあれですかね、あの吉井選手、まあ、ちょっと引退して、まあ、気が緩んでるというか、なまってるんじゃないですかね、大丈夫ですか、まあ、刀も抜かなきゃ錆びますからね。なるほど、練習とかされたんですね。おっと、今ちょっとマジにぶち切れた佐藤義弘、ちょっとマジでぶち切れましたね。これに対して大和哲也どう返す。いや、ちょっと顔変わりましたよ。おお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 がついた感じですよね。そうですね。もしかしてこんなこんなのにダウン2 3 4 5、ちょっとやっぱり先にするかもしれませんね。7これは哲也選手有利ですよ。これそうですね。ラスト30、これはいりません。ヤマト哲也選手ちょっとエキサイトしますね。WBC が高年レフリーですからね。どうですか、おやさん、こんなプレミアマッチ、時間を佐藤よしひろ少し切れています。一方の山本哲也、世界王者、ここで引導を渡すことができるのか。ちょっとエキサイトしてきたね。そうですね、次のですね、ファイナルラウンド、どんな展開になるのか非常に注目です。いやー、これお互いダウンの報酬になると思わなかったね。そうですね、果たしてフォースファイトプレミアムマッチファイナルラウンド、どんな結末が待っているのか。さあ皆さん、じゃあ皆さんで応援して盛り上げてください。お願いします。
はり頂点と勝ったね、この2人の戦いは全然違いますね。違いますね。やっぱさっきまでの試合と全然。ラスト30。いけいけ。4、10。ここもっといけいけ。カウンターカウンターですね。大丈夫だ。ただいまの試合、2分。1分35秒、両者のクダウンで、山本さん、大丈夫ですか、ドクター、お医者様、お客様の方にお医者様の、お医者様いらっしゃいませんか、最後ですね、いける、かなり、